皆様こんにちは、こんばんは。テルテル百貨店テルカイザーでーす。はい、ね、先日、こちら動画ね、別の動画上げておりますが、今日はねパート2という形で、追加で購入してきました。何を買ってきたかというとね、こちらねプリキュアになります。プリキュアの、ね、カードウェハースになります。こちらのカードウェハースはねセブンって形でね、はい、売っております。これはね、パッケージの柄2種類なんですかね。はい、こちらになります。プリキュアカードウェハースセブンという形で、なっております。で、先日ね、いろいろ、ね、当たったんですけど、まだね、SSR とかね、HR が当たってないので、ちょっとこちらね、今日ね、リベンジできないかなと思いまして、追加で5個買ってきました。なので、先日の動画とね、今回の動画で、まあ、10個という形になりますんでね、もう早速ね、開けていきたいと思います。概要欄の方にね、先日の動画の方は、リンク貼っておきますので、まあ、そちらの方を見ていただければなと思っております。はい。ね、なかなかね、やっぱりこのね、シールものとかウェハースのね、カードものはね、なかなか当たらないんでね、厳しいですけどね。はい、こちら当たっております。ナンバー04ですね。はい、SR でキュアプレシャスになります。はい、こんな感じのね、キラキラしたカードになってます。表面はね、ツルツルしたカードですね。で、裏面がね、ザラッとしたね、表面のカードになっております。裏はね、SR でナンバー04、キュアプレシャスという形で書いてあります。はい、こんな感じの、カードになっております。じゃあね、当たったカードはこちらに並べますかね。はい、ね、どんどん行きたいと思います。もう先日もね、こんな感じでね、ノーマルが結構当たっちゃったんでね。はい、お、なんかこれはね、SSR 当たりましたよ。はい、じゃあね、まあ、今日の動画、ね、リベンジ編でやっと当たりましたという感じでね。はい、こちらです。SSR、ナンバー20当たっております。こちらになります。こちらナンバー20でね、デリシャスパーティーという形でね、プリキュアが全員集合って形ですかね。これ SSR のカードになります。はい、後ろ見せます。はい、こんな感じのね、なんか、キラキラしたね、カードになっております。SSR ナンバー20と、右下に書いてあります。はい、こちらがね、やっとこさ当たりましたという感じですね。やっぱりね、開封動画してるんでね、カードね、ちょっと何が当たるのかってところでね、SSR とかね、お見せしたかったんでね。お、これもね、なんか、いいの当たりましたね。いいカードは裏にあれですね。特に、なんか変なの書いてないんですね。はい。こちら当たってあります。ナンバー24ですね。ナンバー24です。キュアピースで、ランクがね、HR が当たっております。はい、後ろがね、こんな感じでね。やっぱりなんかね、SSR とか HR はこんな感じで、後ろがね、なんかデザイン的なね、柄になってるみたいですね。はい、こちらが当たっております。今日ね、順調ですね。まあ、こちらもね、先ほど SR 当たりましたからね。はい、はい。ね、このままね、全種類とはいかないですけど、できればね、上のランクのね、ものがいっぱい当たればね、嬉しいなという感じですけど、ここでね、ノーマルではなくてレアが当たっております。はい、こちらね、ナンバー16ですね。ナンバー16が当たっております。一応ランクはね、レアですね。ほのかが当たっております。雪白ほのかですね。はい。で、裏面が、やっぱりね、こんな感じでね、そのキャラクターの、ご説明が書いてありますという感じですね。はい。今日はね、なんか順調ですね。これね、なんか、ちょっと私コンビニで買ってきたんですけどね、もうね、やっぱり売れちゃっててね、なかなか買えなかったんですけどね。はい、最後はね、ノーマルになりますね。ただこれキャラクター的にはね、ここみんな揃ってる感じですね。はい。ちょっとね、わか
かなか使わないんでね、カードね、傷つけないようにね、開けないと、この後ね、子供にあげますからね。はい、ノーマルで05が立っております。ノーマル05で、キュアスパイシーという形になりますね。はい、こちらが立っております。ノーマルのカードでもね、十分キラキラしてね、綺麗なんでね、全然これ、子供的にはありなんじゃないかなと思いますね。で、後ろがね、こんな感じでね、キュアスパイシーのね、お骨について、書いてあります。ね、これなんかザラッとしててね、非常に裏は手触りがいいし、で、表の方もね、ツヤツヤでね、なんか、白押しみたいな形になってるんでね、子供さん的にはね、十分こちら、楽しいと思います。はい、こんな感じで当たっております。はい、今日は何と言ってもね、こちらですかね、SSR がね、当たりましたんでね、今日は大満足かなという感じになっております。はい、こんな感じでね、開封動画、やっておりますんでね、まあ、ゆるくやっているので、まあ、暇な時に、ね、見ていただければなと思っております。まあ、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。またこの動画が良ければね、高評価お願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。今日はプリキュアウェハースのナンバーセブンの、リベンジ編パート2をね、お届けしました。以上となります。テルテル百貨店テルカイザーでした。バイバーイ。